はイタリア料理にどんなイメージをお持ちでしょうか。きっとトマト、パスタ、オリーブオイルがまず頭に浮かぶのではないでしょうか。ちなみにナビゲーターは私、ロピモとレオがお送りいたします。これでも寄せて頑張ってるんですよ。さて、イタリア料理は存在しないと言われることもあるほど、地方による特色がとても強く出る料理でもあるのです。トマト、オリーブオイルを多用する地域はナポリなどの南イタリアの特徴であり、逆に北イタリアではバターや生クリームをよく使う地域特性がありました。これはイタリアが南北に長く、気候や地理的な要因がとても多く影響していると考えられます。現代のイタリア料理をより楽しむために、古典イタリア料理を紐解くたびに皆様をお連れいたします。食材、レシピ、伝統、この世のイタリア料理のすべてが記されたレシピ本、シルバースプーン、世はまさに大イタメシ時代。俺のレシピか、こじきりゃくれてやる、探してみろ、この世のすべてをその本に書いておいた。こちらはイタリアの家庭で60年以上愛され続けてきたベストセラー、シルバースプーンというレシピ本です。ちなみにこちらは日本版が初めて作られた2008年の第一版となる貴重な一冊なのです。現在は2013年に改訂版が出版され、本のボリュームもさらに上がった一冊となっています。2000種類を超えるレシピには、古典レシピや家庭料理など幅広く収録されています。イタリア料理の古典的なレシピを広く知り、その本質を探ってまいりましょう。さあ、それではシリーズ最初のレシピは、ストラコットアラフィオレンティーナ、フィレンツェ風ビーフシチューを紐解いていきましょう。まずは食材紹介。ニンニク、玉ねぎ、人参、セロリ、トマト、そしてパンチェッタを用意します。それでは食材をカットしてまいりましょう。トマト以外の野菜類はすべてアッシェにします。アッシェとはみじん切りを意味しますが、イタリア語ではトゥリタートと言います。ちなみに玉ねぎはチポッラ、人参はカロータ、ニンニクはアーリオ、セロリはセイダノ、トマトはポモドーロ、そしてパンチェッタはパンチェッタ。ちなみにパンチェッタと発音するとジローラモかよとツッコミがきますので、発音はパンチェッタで大丈夫です。パンチェッタはトゥリタートではなく細切りにしていきます。細切りはイタリア語でトゥリトゥラートと言います。似た発音で紛らわしいですが、せっかくなので覚えていきましょう。トマトはヘタを取り除き、湯むきをするので十字に切り込みを入れましょう。沸騰したお湯に30秒ほど落として、皮がめくれ始めたらすぐに氷水で急冷をして皮を剥いていきます。そして本日の主役のご登場、長野出身の私が一押しするこちらは最高級品質の和牛、その名も信州プレミアム牛。バランスの良いサシ、赤身のしっかりとした食感、まさに肉界の金の延べ棒。この動画を撮影するために散財しましたので、皆さん1再生でも多く回していただけますと幸いです。さあ、それでは早速焼いていきましょう。使うフライパンは厚み、角度、重量にこだわりにこだわって作られた窒化鉄フライパンロッソ。どうやら概要欄よりショーピンペどうやら概要欄より商品ページに飛べるそうですよ。オリーブオイルもこだわって作ってまいりましょう。今日使うのはトスカーナの実力派ワイナリーが作るバディア・ア・コルティブ・オーのエキストラバージンオリーブオイル。お肉に焼き色をつけてしっかりと香りと旨味を作っていきます。別の鍋で刻んだ野菜類をソテーし、甘みを引き出したら先ほど焼いた肉を真ん中に鎮座させていきましょう。全ては脇役、俺が主役なんだと言わんばかりの圧倒的な存在感を示しているかのようです。そこにワインを加えていきますが、今回はフィレンツェというイタリアはトスカーナ州の料理ですので、合わせるワインもトスカーナのキャンディーを使っていきます。
バディア・ア・コルティブオのキャンティクラシコリゼルバ2018。温かみのある滑らかな味わいで、成熟した果実とタンニンと余韻まで続く酸のバランスがとても素晴らしいワイン、こちらを贅沢に使っていきます。同性原価をかけるならとことん破産に向けて進もうじゃありませんか。赤ワインの水分がなくなったら、ざく切りにカットしたトマトを加え、水分 300cc ほどを加え、蓋をして2時間ほどじっくりと煮込んでまいります。決して焦がさぬよう、時々混ぜながら完成までの時間も楽しんでまいりましょう。さあ、2時間が経過しましたが、うわぁ、見た目はあまり変わっていませんね。しかし味わいはどうでしょう。早速食べてみたいと思います。いただいてみましょう、これ。すごい。ブラボーって言わなくていいんじゃないですか。お祭りサービス。これはお祭りサービスになるよ、これは。物がいいね。いただきます。ブラボー。これブラボーだね。うん。前ね、これは。しかもさ、うまっ。ほろほろに崩れない程度にちゃんと肉の弾力も残ってるっていうのが、うまっ。やっぱり伝統料理はうまいな。